お、パンジェラさん、サトさん、母さん、ギフトありがとう。早い。1分早いぞ、嘘。あ、あ、そっか、6時、え？更新できてる？あ、そうだった、6時じゃなかった、6時1分だった。え？更新できてるよね、でも。ん？どこ見たいんだったっけ？1分早かったけど更新できたら、あ、できたらよかったそうか、6じゃなかった、間違えた。まあいっか、 OK まあ OKOK、 お疲れー、できてる。とろみちこっこ配信見てた更新はできてます、さすが。なんでやろ。次は18時、うわ椅子が後ろに下がって、18時31分までで、までまでまで、次は19時の02分から、オッケー、ぴょんぴょん、できた。オッケー。配信中コメントしてた、そうクロス歌ってたからクロスこの胸の、いやカラオケ配信いいねアリサもやるか、アリサもやるか。今日もお疲れ様です、ありがとうございます。でもこの配信はそう30分しかないの、皆さんもお気づきの通りそう、次の7時2分からの配信は、わーびっくりした、7時2分からはそう7時52分まで50分配信をしようと思うので、次やるか。パパパパパパパ、でも何歌おう、何がいいかな、スタジオの、スタジオの公演曲をやるか、最初からスタジオの公演の曲を最初からやろうかな。50カウント終わった、ありがとうございます、イエイスクショタイム、スクショタイムしようか。じゃじゃん、どう？スクショ、ドリン、テンテケテテテテテテ、はい、テンテケテテテテテテ、イエイ、ドリン、テンテケテテテテテテ、テンテケテテテテテテ、行くぞ、パッ、イエイ、スクショできた？カラオケ配信お待ちしてます。オッケー。え、どうがいい？7時からのやつか8時からのやつかどっちがいい？そう、今日はちょっと細々配信しようと思ってね、分けてるからね。うん。後ろの風船ママかかってきた。そう。なんか東京から帰ってきたらこんなことになってた。部屋が。お部屋がこんなことになってたの、音符と。マイク見えてる？マイク、あ、コメント消したらギリギリ見えてる。マイクちょっと踊ってるけど50カウント完了、ありがとうございます。これママが買ってきた風船、可愛くない？15歳。これもお誕生日のね、お誕生日配信でママがお誕生日配信用に買ってきた風船。この風、この音符たちはなんか見つけたなって歩いてたら。今日風ちゃんに会えたの、あっそう、なんで知ってるのそう、今日風ちゃんに会えました、レッスンしてたら。お久々のふーちゃんに会えました。アリサのためにできたよね確かに、確
って普通の人は何に使うんかね、これ。これアリサはショールームって使うところがあるけど、別にショールームなかったら買わないよ、こんなの思わんショールームなかったら買わないですよ、これ。だどうやって使うんやろ、みんなは。道端に落ちてるわけないやろなんでやねんカウント終了、ありがとう。早い。50カウントと50カウント星投げをよろしくお願いします。ででででで で誰かと言いたいが流れてるきっとたた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 んうんうんうん、おいおい、たたたた。50カウント完了、ありがとうございます。自分が落ち込んだ時の準備をしてる、誰かと言いたい、はい誰かと言ったらエモい、確かにあれはいい曲だ、本物やで。50カウント完了、ありがとう。星投げも完了、早い。みんなありがとうございますそう、この配信も言うてもう6時31分で終わっちゃうから急ごう。そう、メールもう届いた？葵ちゃんメールから来たよ。チーズハットが美味しそうだったね。どこで食べれるの？そう、葵ちゃんと今日は福ちゃんとチーズドッグを食べに行きました。広島の本通りっていうところのにパルコがあるんですけど、そのパルコのほんまにそこ、すぐそこそう、パルコのね、パルコの横を左に曲がったらあります。そうそう、めっちゃチーズ伸びた、超美味しかった。ピース50カウント完了、ありがとう。メール届いた？そう、七並べをやろうかなって言ったこの配信はハロウィンコスプレ気になります。早いよね、なんか季節感早すぎんか。なんかダイソーもなんかもうハロウィンになってたし、なんか本通りのところにね、なんか小物を売ってるとこがあるんですよ。なんかアクセサリー屋さんみたいな、イヤリングとか、そう、なんかチョーカーとかいろいろいっぱい売ってあるところがあってから、そう、そこもねもうハロウィンのグッズ売ってたし、早くない？まだよ、まだ9月よ10月の終わりでしょ、ハロウィン。早すぎんか？びっくらぽいよ。早す、クレアーズピンポーンピンポーンそう、クレアーズもうハロウィン仕様になってたし、ダイソーももうハロウィンやし、服も秋冬わかる。服秋冬早いわなあまあ季節的にはもう確かに秋だけどさ、どう考えても暑いやろ。今秋冬買いたい人おるんかな？どう考えても暑すぎやろ秋冬買おうとは思わんな、まだハロウィン終わったらクリスマスになっとるよ、ほんまよな。早、季節は早すぎる。明日からテストやわー、やばやばやばばばタタンタンタタンタン。いつの握手会から秋冬にしたらいいんかわからんもんそう、トリマ15日はまだ秋じゃないでしょ、まだでしょ次いつ握手会あるっけ？21、22、23か。あー、22、23はもう秋かもしれんね、わからん。あ、 10% なるから、あー、消費税が、なるほどこんばんは七並べ何分からやる？七並べじゃあもう31分で終わるから12分になったら遅じゃん。6時12分になったら押します。準備し完了50カウント完了、ありがとうございます10時じゃねえわ、12分になったら押しますタッタララッタッタララッタッタ、
羽田スタジオ公演めちゃくちゃ良かった、本当にありがとうございます。あと1分後でもさ、初めて東京でこそスタジオの公演をしたからさ、東京のそう皆さんはまだ初めて見た方が多分いっぱいだと思ってからね、そう多分見入ってくれとったと思う。なんか自分で言うのないけどそう自分で言うの、しかもアリサが言うのもないけどさスタジオの最初のめっちゃダンスブロックはそう広島の時はそうもう皆さん慣れてきてから、最初はもう広島の皆さんもね見入ってからね、もうみんな釘付けになって見とったけんね、声が全然出てなかったんですけど最近は広島は出てくるようになったんですよ、ふぅーみたいな。そうでも東京は本当にねみんな見入ってからね、そうコールがなかったシーンってなってたけど、そう最高かよとかの蜂の巣ダンスとかがあるアゲアゲブロックでめちゃめちゃ声出してくれてから盛り上がっておりました。あれは最初は分からんよね、コールする曲がないんだもん、だってそううざと野蛮な求愛とそうててて、あえ12分って言ったっけ、あもう過ぎてしまった、やばい、え12分って言ったっけ、13分って言ったっけ、あら13分っしょあら押した人おる、あら13分にしよう握手会が多かった、グーさん ありがとうございます、あのんちゃんレンの時のありがとうございます13分にしよう、あと20秒ね歌唱力のテレビ見れないっす、ちょ待ってあと10秒前ちゃんと押すから10秒、9 8 76、5秒前、4、3、2、1、スタート。押した。押しました。明日歌唱力本当やるのってどういうことですか？どういうことだろう。ああ、モネちゃんと当たった。ラブー。ニートたけしさんもありそうカードにしてくれてる。まるくん、ひなちゃん推しのまるくんさん、対戦ありがとうございます。カウント完了早い、ありがとうございます。あ、なつかちゃんハロハロー。明日歌唱力本当にありますよ。どういうことだろうね。あ、収録だから、生放送じゃないからありますよ。歌唱力見るでありがとうございます。しかも STU って9時からなんですか？1番まさか。しかもさっき詳細を見たんですけど、そう審査員の方は去年と違う、まさかまさかの見ましたか皆さん、ほのたんがなんかリツイートしてたやつを見たんですけど、そう審査員の方がまさか違う、しかもあの司会進行の方もアオキーさんじゃない、まさかのピンティひとりごとさんいいねありがとうございますそう司会進行の方はアオキーさんじゃない、誰だわかんない、わかんない人、アリサやばいねね誰だ、そういうことね、そうちゃんこさんハートありがとうございます、ありさ推しの審査員の方がいないからどうしようと思って、まあどんな方なんでしょうね、楽しみです。ダララ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 、アオキーさんも結構ありの推しだからね知らんけど知らんけど、アオキーさんはありの推しだから嬉しかったのに去年、なつかちゃんかわいい、ありがとうございます、お、なつかちゃんもハートありがとう、かわいいもありがとう、うれぴよん
ピヨーン。タラララララララ。しかも STU が一番ってやばいね。最初はさ、不利不利じゃないですか。最初は不利だったやん、この前、去年も。で、誰かがコメントしてたの見た。また最初の方は不利なんだろうな。確かにそれな。うん、有田の配信は癖になる。本当はありがとう、うれぴー。3位。ちならべ3位やったわ。こんなろう。次18分に押します。次18分に押します。ダンとかダン対戦もなんかの絵なんで星投げカウントします。あー、ピオちゃん推しのまるくんだ。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。手のやつはマイクだよ、マイク。最初に高い点出しづらいです。やばいね、 STU が一番だなんて。いやー、ピエンだ。18分、あと1分後に押します。対戦ありがとう。タンタカ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 タカタンタカタンタンタカ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 タン。うわー、メガネが。誰推しってよく言われて、違う、さっきすぐ対戦してからピオちゃんカードだったの。あと40秒押します。やって、ぴゃーん。なんか目キラキラにしすぎたかもしれん今日。え、どうしたんですか、ミネオシさん。なんか目キラキラにしすぎ、やばい、もう15秒前、準備して。やばいやばいやばい、間に合わん。よし、できた。7、6、5秒前、4、3、2、1、スターティン。押しました。キラキラしてる、わかる。で、配信で見たらもうわからんのよね、難しいところ。なんかクリオのアイシャドウパレットをね、買ったんですよ、ソラハが誕生日プレゼント、それがいいって言うからさ、そう、一緒に頼むついでにアリサも欲しいなと思って、そう、ソラハのタンプレのついでに自分のも買ったんですよ。そしたらそれが可愛すぎてから、なんかいっぱいつけてしまったる。最近そればっかり使ってからさ、うん、いっぱいつけてしまったら、お目目がキラキラー。全然目じゃない、ここら辺もキラキラないんだけど、やばい。やばいな。好きすぎやろ、普通に。今更ながら、アリちゃんアバターを作っ、アリちゃんアバター作ったな。あー、そうそうそう、私作りました。全然まだまだ、もらえるので、もらってやってください。うん。みじんこさん。ひげのまささん、ピーちゃん、お、あ、みんなアリサカードだ、ありがとう。対戦よろしくお願いします。うん、キラキラさせすぎの分かる。ねえ、めっちゃキラキラないけど恥ずかしい。これやばいよ、これ生で、あ、これ今日握手会だったらやばい、やばいパティン。やばいパティン、もう輝きすぎて、多分アリサが眩しすぎて見えないよこれ。今日握手会だとやばかったな。うんうん。うん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 。進行の人分からん。見てみないと。見てみないと、そりゃそうか。分からない。うん、でも多分 STU が一番最初だったとしても、多分名前順だと思うので。アリサは最後から2番目ホノタンの前ですね。あ、違うわ、ホノタンとマイハの前だ。最後から3番目かなぐらいだと思うので、お楽しみに。やった、1位。やったぜ、1位だ。パンジャラさん、ギフトありがとうございます。トゥルル、お、
めでとう。1位だわー。わーいわーい。次じゃ20、もう22、あ、21分に押すね、もう。あと5秒前、忘れちゃうから。あ、やばいやばい。3、2、1、スタート。よし、もう押したよん。お、ななさん推しとココア推しとミネ推しから溢れる母性さん、誰だ、誰だったっけ。アリーアリーアリー、イエーイ、対戦よろぴこう。ソラハと二人連で元気ないじゃがいがさ。トロタン推し、トロイチ、あーな、おつむさん、あー、わかったわかった、ありがとうございます。覚えちょるでいい。初対戦ありがとうありがとうありがとう。歌唱力のせい、もう収録してるからこそ、もうもうとっくの前やね、もう28月の26日に収録したから、もう4週間ぐらい前に終わってる。もうそんな経った、めっちゃ待ったもんだって。待ち遠しかったよ。4週間ぐらい前にもう収録してる。早くない？早くないか。決勝ね、できれば行きたいですが、まあまあまあ、そう焦らず。まあ落ち着いて。まあ落ち着こうよ、ないか。そんなに期待しないでください。私に期待しないで。わからん。ダダ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 。ロマンスおめでとう、そんたかありがとう。ロマンス、ロマンス。パルルさん、焼肉岩でバイト始め、マジ？焼肉屋さんにパルルがおったらやばいやろ、めっちゃ売れるやん。やば。あ、バーストしてもうた、2位だ。2位だった。次じゃ25分に、遅っ。次25分に、今度一緒に行こう。行きたー、焼肉いいわいいわいいわ。よろぴくお願いいたします。はい、うん、生で予選するのかと思ってた。違うよ、生で審査するだけだよ。もう収録してあるメンバーの歌を審査員の皆さんが生で聴いて、そう、生で審査する番組でございます。対戦ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。星投げ完了、ありがとうございます。25分、あ、やばい、あと20秒準備してください。テレビで見るよ、もちろん。あー、危ねー、もちろんもちろん。あと5秒前、5、4、3、2、1、スタート。オッケー。審査の結果も収録しとるんかと思ってた。知らない知らない。だから、そう、メンバーもその生放送見ないと分かんないんだよね。均等均等。決勝が生で歌うんだよね。あー、そうそうそう、決勝はライブだからね。そう、お客さんをこの前に構えておきながらみたいな。前にお客さんがいながらこう歌うのが決勝でしょ。決勝はやばい、緊張しそうするよね。うん。
だってアリサもそう、そんな人の前で一人で歌ったことはそんなないから、緊張選曲は稲上園子さんの大切な君へですそう今年も稲上園子さんで勝負しました。ぜひご覧くださいって感じ。直也くんかわいい、ありがとう、イエーイそう、大切な君をね、甘えかべてすごく心を込めて心を込めて歌いました大切な君へはお箱じゃないお箱じゃないの、大切な君へは去年歌おうかと思ったけど、去年の自分では歌えなかった歌ですそう、去年の自分はそう、ちょっとねこの曲は難しかったんですけど、1年経って歌えるように なりたいなと思って練習曲に選んだ曲でございますねそんな感じトリコさん、だるまありがとう、実力はまあうん、OK 出せたと思うと思う、実力出せました、仕切りでたたたで出し切ってきたよ、僕のためにそう、僕のために歌ったの、大切な君ぜひ聴いてください。じゃあそろそろあと4分で終わるのでリフトを読みます。早っ、30分。トリコさん、ナオヤくん、パンジェラモンスターさん、ネイビームさん、パピオさん、ナツカちゃん、ちゃんこさんひとりごとさん、くじまささん、しんしんまるさん、みゃんこ先生、さとさん、かあさん、パンジェラモンスターさん、ギフトありがとうございます、イエーイよいしょ、 OK、 じゃあランキング読みます。13位さとさん、12位ひげのまささん、11位ウィドールさん、10位ローシワイ、あ変わったじゃないか13位サトサ、12位ウイドールさん、11位ヒゲノマサさん、10位シンシンマルさん、9位コジュンコさん、8位ネイビーム、7位チクテンさん、6位アヤさん、5位ちゃんこさん、4位ひとりごとさん、3位ヒデジロウさん、2位ナルヒさん、1位はダダダン、1位はありがとうございます、イエーイフフーイエース、よっこらしょ、ありがとうございます、ありがとうロブ、あと2分だ、早えな、はぁ、パイナポー情報多すぎた確かについに明日が歌唱力っていう話だったね、この配信は。次の配信でも歌う、カラオケします、とろみちこっこの配信をさっき見てたらね、カラオケしたくなったんですよでは次の7時2分からの配信では歌を歌いたいと思います、よろしくお願いします。では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 いいね、ありがとうございます。じゃあ星集めを30分の間でしてくださったら嬉しいです。それではバイバーイ、また次の配信でお会いしましょう、バイチャラポーイ、ありがとうございました、バイバーイ。31分に切ったらいいんだよねこれOK、バーチャラポーイ、あと何秒、あと20秒です。
かわいい、ありがとう。アリサゴー、出航。あと15秒前。あと15秒前、あ、10秒前。では次の配信までに星集めをしていただけたらと思います。ではバイバーイ。わいちゃらぽーん。